叙情性が高いものこそやっぱ傑作 SF なんでね、最高だと思います。質問でも相談でもないですが、ラジオでおすすめしていた鈴宮春日のアニメ見直しました。第6話までが特に叙情性にあふれていて最高でした。そうなんですよ、もうね、そうなんですよ。あのね、鈴宮春日の憂鬱はね、本当にね、過小評価されてるというか、なんかあの作画が良かったよねみたいな、京都アニメーションの出世作だよねみたいな感じでね、扱われてるのはね、本当にあの過小評価で不本意なんでね。あのこの間新作出たんで、皆さんもこの機会にぜひ小説の方をね、読み直していただきたいですね。ね、アニメも見直してほしいですね。もう本当に叙情性すごいんですよ。非日常を夢見るのをやめてしまった少年と非日常を夢見続けている少女のボーイミーツガールであり、そこに二人で非日常で巻き込まれるけど、結局は日常の方を二人とも選ぶっていうね、この叙情性がね、もう最高だなと思ってますんでね、もうぜひ見直してほしいですね、これね。アニメ6話まで。アニメ6話まではね、完璧です。小説の方もね、読み直してください。あとね、アニメ6話までっていうのもあれですけど、鈴宮春日の消失の劇場版も僕この機会に全部、アニメ全部見通した後、消失見たんですけど、あれも最高ですよ、やっぱり。もう同じテーマですね。鈴宮春日シリーズに通底する同じテーマがあるんで、ぜひね、消失の方も一気に見てほしいですね。ラジオでの SF とは叙情性であるという話はすごくグッときました。ありがとうございます。そうなんですよ。SF、ほんとね、叙情性がね、叙情性が高いものこそやっぱ傑作 SF なんでね、最高だと思います。